は一緒に帰ろうと思って。それじゃあ帰りましょう。そういえばもうすぐ文化祭ね。部の方に遊びに来てね。見とれちゃうわね。そう、
そうね、お隣同士だし一緒に帰りましょうか。
意だ。なんだ、また君か。相変わらず暇なようだね。まあ、貧乏人が投げ出しのお金で電話をしてくれたんだ。話の一つでもしてやろうじゃない。僕の自慢話をしてやろう。まあ、そう遠慮するなよ。僕の華麗な人生を君に語ってあげようじゃないか。おい、待ちたまえ。忘れないでね。